はい、いいラジペンです。えー、クニペックスの、はい、ラジオペンチですね。スプリングなしバージョンのものです。はいえー、非常に、えー、精度が良くてですね、使いやすいので、えー、僕が使っているものをですね、これを紹介したいと思います。いいラジペンっていうのはですね、精度がいいんです、まずは。で、ラジペンの良し足っていうのは、ちょっと隙間が空いてるじゃないですか。 これどういうことかっていうと先端だけ接している状態なんですねいいですかこうやってこれと先端が接します先端が先に接するんですねでそっからギュッギュッってやると真ん中が接します先端しか接してないのをギュッて握ると 真んん中が接するんですねこれがいいラジペンですでこれがね何回かこう使ったら開いちゃったりこの先端がねの合わせがこうねじれちゃったりとかね割とこう細い工具なんで。 ありがちなんですけどさすがはこの、えー、クニペックスのですね、えー、ラジベンですねこれはね絶対そうやってこっちが負けるってことはかなりの力を超えないとないですはいこれ非常にこう精密だし、えー、こう刺さったものをこうやってスポッとこう抜くこともできるし、えー、当然私が前やってたみたいに鼻毛を抜くのにも使えますはい使っちゃダメですよはいなので、えー、これ非常に良いのでえー であのラジペンスプリングが入ってると入ってないのがあると思うんですけども入ってるやつは結構こう連続してこう切ったりする作業に使う時のはスプリング入ってますけどこうラジペンってこう,こういうのもあればこのまま使うっていう,こう開くそういう用途もあったりとかするんですね。 なので、えー、まあこう指こういう風うにかけますけど、えー、スプリングが入ってない状態のものっていうのをまああのうちでは使ってます。はい、こういうこういう感じですね。はい。